光飛び？あ、LINE 返さなきゃ。返しなかった。視聴者さんからいただいた、きりみちゃん。可愛いでしょ。口入れがちっちゃいからな、うち。墓があんまり好きじゃない。口紅ちっちゃいと確かに、女子っぽくはなれると思うんですけども、まあ、普通すぎるっていうの。ごめんなさいね。消しててからこうやって YouTube にさらしてんのも変だけど。うん。いっか、これで。いけますか。こしょこしょ、こしょりんか。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。タイトルびっくりしましたよね。なんて書いたっけ？多分だよ。まだわかんない。今の動画作ってる最中だからタイトルどんな風になるかわかんないけども、視聴者さんに動画を見てくださってありがとうございますっていう感謝を言う必要はないについてみたいな感じでつけると思うんですよ。多分ね。なぜこんなね、ことを書いたかっていうと、最近私がハマってる YouTuber さんの影響でして、鉄道チャンネルをされているスーツさんという方がいるんです。もしかしたらご存知かもしれません。で、その方は、二十歳の男の子で、まあ、主に鉄道ファン向けの動画を作っているんですけども、私はあんまり鉄道ちょっと興味ないから、そのサブチャンネルをね、最近ハマってみてるんですよ。スーツ背広チャンネルっていう書いたのかな。なかなか興味深い内容のトークを話されていて、でその方の特徴って、すっごい早口なんですよ。あんまりカットもしない。ほとんどもうぶっ通しで動画を配信されてるんですよ。でも、トークに起承転結がしっかりしてて、まあ、賛否両論のトーク内容もあるとは思うんですけども、ちょっと私の目線からしたら興味深いなっていう動画があったから、それについてちょっと私なりの気持ちを乗せてお話しさせていただきます。まあ、スーツさんがね、ありがとうございますみたいな、WWW みたいな感じの動画をね、出されていたんです。で、その中の内容は、視聴者さんに、いつも動画を見てくださってありがとうございますっていう感謝の言葉を述べる必要はないと思いますって言ってたんですよね。マジかって。え？私はごくごく自然にもう感謝をしているんですよ。綺麗事に聞こえたらちょっとごめんなさいね。感謝してるだよな。そう、どうしよう。何言うとしたか忘れちゃった。困ったな。あ、ベレー帽、もどき。買いました。岡地町の帽子屋さんで最近ね、買ったんですけども、結構ね、いい帽子いろいろあるんですよ。3000円 ?4000 円ぐらいなんですけども、ちょっとハマってる。髪の毛のセットとかも楽じゃないですか。あ、いい。話が逸れた。なんて言ってたっけ忘れちゃった。今回の動画のテイストはちょっと真面目な話をしようと思ったから、そんなにね、キラキラしたテキストとか出したくないなと思ってるんですよ。だからね、もう今パニックなの。ピンチですよ。あんまりカットもしないようにしてるから、もうスーツさんを見習ってね。今回だけは。困ったぞ。真面目に困った。一回ちょっと。気分転換に。思い出した。スーツさんは、僕は視聴者さんに面白い動画を提供するのが義務だと思ってるんですって言ってて、視聴者さん側は僕の面白い動画を見ることで楽しい気持ちになれるじゃないですかって。で、そこで、広告が発生して僕もお金が入ってくるし、視聴者さんも楽しい動画見れて、で、ここで、クリアみたいな、解決みたいな。で、お互いウィンウィンじゃないかと。なら、視聴者さんが僕より立場が上っていうわけではなくて、あくまで対等な関係なんだ。なんだこの態度は、動画を見てもらってるのに感謝の気持ち述べないのか、みたいな、いうふうに僕は全く思ってないって言ってて、まあ、人によって感じ方は全然違うとは思うんですけども、あ、そういう考え方があるんだなって私は思ったんですよ。それはもう配信者の、どうやって動画を出していくスタンスかにもよると思うんですよね。その、対等かとか、あとは感謝するしないかとか、まあ、ウィンウィンとかもよくわかんないけども、それを自分に当てはめてみると、スーツさんとは逆なのかなって思いましたね。スーツさんはよく動画で YouTuber を始めるきっかけはお金儲けのためにやってるんだみたいなことをおっしゃってたんですよ。私はそう思うと違うんだなって。YouTuber になるぞって言ってやってないんですよ。今ね、結構ね、こんなことやったりとか、もうちょっといろいろ矛盾してると思うんですけども、そうじゃないの。お恥ずかしいけど、私はもともと音楽志望だったんですよ。
って。あれなんか寝言言ってるぞーってね、感じでしょ。え、今こういう YouTuber 活動やってんのに、もっとオリジナル曲出してばよかったのに、なんであんまり音楽活動やってないのってなりますよね。実はちょっと自分に怯えてたっていうか、これなんか話ずれちゃうから、まあちょっと早めに言いますけども、昔私はライブやったんですよ、初めて。そしたらね、お客さんゼロ人だったの。なんか合同ライブみたいなやって、私だけ一人も呼べなくて、なんでだろうなって。なんか性別を変えていろいろ頑張ってんのにお客さん全然呼べないじゃんって。その原因はもう私の知名度のなさですよ。もうゼロだったから、知名度が。だったら自分がまずいろんな人に知ってもらうことで活動をそれから始めればいいじゃんって思ったんですよね。それで YouTuber 始めたんですよ。もういつの間にかなんか音楽やりたいっていう目標と、なんか YouTuber をこうやるみたいな、なんか音楽がこうなんかこうみたいな、なんか置いていかれてるみたいな。で、今ちょっとこうやってカバー動画出して、うんってこの辺なんですけど、昨日ね音楽動画出したけども、皆さんねアドバイスとかいっぱいくださって本当ありがとうございます。だそれが感謝ですよ。まあちょっと話をさっき戻しますけども、私はお金儲けに YouTuber を始めてない。今めちゃめちゃ楽しいですけどね。でも YouTuber になりたくてなったわけではないっていう。え、なんかおかしい。音楽もね、じゃあなんでそんなに下手っぴなんだって言われるんですけども、どういうことかというと、もう自分の男の声がすごい嫌だったんですよ。もう今も大嫌いなんですけども、もうある意味トラウマに近いレベルで。でもずっと歌のレッスンは変わってたんですよね。あのオペラの歌手の先生のところについて、男声を出さずにどうやって歌うかみたいな。だから歌をね、うまくね、こうキーを合わせてリズムよくこうやって歌うっていうよりかは、声を男から女に変える歌い方ばかりをずっと私はそれしかやってないから、下手って言われるの分かってるんですよ。分かってるからこそもっと頑張りたいなって思うの。視聴者さんにこうやってご指導いただくのはすっごいありがたいことだと思ってます。はい、話はそれたけど戻します。私がなぜスーツさんとはちょっと真逆なのかっていうと、性格にもよるとは思うんですけども、このチャンネルは視聴者さんと一緒に積み上がってきたものなのかなと思ってるんですよ。たかだかね17万人ぐらいのやつが何言ってんだって思いますけども、視聴者さんによって私は成長させてもらえたと思ってるんですよね。でイラッとするコメントもやっぱりありますよ。なんか嫌だなって、嫌味っぽいな、なんかもう言葉悪いけどうざいなって思うことも、それはありますよ。綺麗事じゃないから言いますけども。でもそこに書くっていうのは、やっぱり私のことを思ってるから書くんだなっていうのは、すごい重々承知だから、頑張りたいっていうね、気持ちに正してくれる。あとはこうした方がいいよとか、要は私にね、時間を割いてくれてるんですよ。視聴者さんがコメントを書く時間、例えば3、4分だとしたら、その3、4分他に回した方が視聴者さんにとっていいことができるかもしれないのに、私に時間をくださってるんですよ。しかも動画見てくれて。それって私のこと思ってくれてるからこそできてることなんですよ。わかります何言ってるか。なんか LINE 来た。いいや、そう返さなきゃいけないだって。返しないよまだ。本当にちょっとね、危険なコメントさすがにブロックしたりとかするんですけども、それはそうでしょ。あの他の視聴者さんが見るコメント欄がなんか危ないコメントあったら見てどう思うかって考えると、他の方に見えないようにしたいなっていう思う防衛本能が働いてね。そういうのありますけどね。どうですかね。私の伝えたいことは伝わったかな。綺麗事もすごい大事だと思ってて、みんなのおかげで成長できましたって、そこに心が入ってるかどうかって感じますね。もういくらでも綺麗事って言えようと思えば言えるじゃないですか。本当に皆さんのおかげでここまで来れましたって。それに本当に気持ちがこもってるかどうか、その人自身しかわかんないから、ちょっと何とも言えないけども、まあ、いろいろですよ。それが伝えよかったです。いかがだったでしょうか。やばい、今なんかちょっと変な声だ。性別は後戻り。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネルは毎週土日に更新してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。って言ってもね、今3日連続ぐらい出してるんですよね、サブちゃん。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。LINE 返そう。